プロ18年ということで、もう長い間、まあ、お互いやらせていただいたんですけど、もう引退した今だから聞ける〇〇事情みたいな。〇〇事情みたいなの聞きたいんですけど、それなりのね、やっぱ選手でやってきたんで、対価とかも、ね、いただいたと思うので、個人の事情についてちょっと聞きたいんですけど、言うぞって言ったら、男気の塊みたいな、もう後輩にも慕われてっていうイメージなんですが、今まで、その後輩とかにごちそうとかしたと思うんです。今まで一番最高にごちそうした額を聞きたいので、おごった額。さすがに俺も言いますよ。後で言いますよ、それは。言わなかったら変じゃないですか。いやいや、どんくらい、正直ね、うん、あんま覚えてないんだよ、ね。うん、俺もうる覚えてよ、うん。ちょこちょこさ、思ったより飯とかはさ、うん、怒るけどさ、うん、それがいくらだったとか。まあそうだね、細かいとこまで覚えてないけど、まあ、うる覚えてもいいけど、その覚えてる中で、どんくらいっていう。まあでも、言っても、数十万。いやいやいや、うん十万ってすげえから。いやいやいや、ほら、なんかあるじゃん、そういう時は。まあまあまあ、みんなをね。みんなで飯食いたりとかさ、まあそういうのとか、みんなでカラオケ行ったりとかさ、そういうのでどうしても人数多いとさ、損害いっちゃうよ、うん、ちなみに私、いくら、でも売る覚えなんですけど、これ私15万円ぐらい。嘘ね。ほんとだよ。嘘嘘。ほんとほんと。何で15万円ですか？俺は結婚式の三次会だ。三次会のおもてなしじゃないけど、後輩が結婚式だったから、その来たらみんなもてなすので。で、ゆずは多分後輩と飯食いに行ったりとかしょっちゅうしてたの。そんなでもないよ。だって、それこそね、那須さんにおごってもらったこともあったよ、うん、あのね、同期じゃん。うん、同期。年は違うけど。うん、だから同期だけど、タメ語で話してたりとかして。うん、してた、してた。だけど、飯の時だけごちそうさまとか言ってさ。そうなのよ。そうなのよ。確かに。お前、飯の時だけ後輩なんでやめろよって言われたの覚えてるよ。間違いないわ。まあ、だからそうやって先輩にさ、おごってもらったのもあってさ、自分も後輩にそうしてもらったっていうね。あ、俺も先輩にしてもらったしね。そうそうそう。早いんだよ、しかも。ごちそうさまですってみんな言うのが早いんだよ。同期、栗原雄三、瀬野本哲也。そう、そこ同期だから。そうね。金もさ、まあ、初めがね、うん、そうだね。お給料もらうのがね、早かったから。じゃあちょっと、少し上げてって、買ったものにしていきましょうか。今まで、じゃあ買ったもので、一番高いものってなんかあるので、ちょっと3つ。順に上げてってほしい。多分、3位からっていう言い方ちょっとあれかもしれないけど、ベスト3。ベスト3になっちゃうけど、まあだから、大体さ、想像つくから、その3つ目って結構難しいと思う。でもね、自分の中で考えたら分かった。分かった。じゃあ3つ、じゃあ、ああ、じゃあいいじゃないですか。第3位から、ほら。金額は言わなくてよ。金額、お願いします。え？それはまあね、え？本当に？本当に本当に。1位とかはちょっと言わなくていいし、2位ぐらいまで多分、俺も言えるかなって思うから。言えるとこ、3位。買ったざっくりね。自分の、そう、自分のだから、自分のだから、自分のやつで。ざっくりは、だから、奥さんに買った、おう結婚指輪。おぉ婚約指輪か。はいはいはい。まあ、それは、ね、それなりにやっぱ、いろいろ迷惑もかけたし、お世話にもなったし、うん、まあ、金額っていうのは、まあ、3桁。ああ、3桁、それは、うん、3桁、3桁の。何百円。何百円そっちの3桁かい。じゃあちょっと、その上かだけちょっと教えてほしい。まあ、全然いいけど。いいの？え、いいけど、金額の問題じゃない。え、金額の問題じゃないけど、視聴者は金額を聞きたいから。そんなことで、夏さんの収入の方が多分。何を言うてんや。300万以上か、以下か。上だね。やっぱりすごいね。普段全然金使わなかったからさ。ああ。そういうプレゼントもしたことなかったから。まあ、そういう時くらい。すごい。やっぱり大事にしてますね、奥様。ちなみに僕は300万以下です。何してる。俺も3位。俺も3位。あ、そう。あんまり行けないけど、安くて買えたんよ。俺も一緒に婚約指輪だったけど、シルエットだったから安くて買えたんよ。なるほどね。そうそうそう。で、2位は2位はね、車だね。ああ、唯一ね、新車で高い買い物。うん、お、新車で。新車で。もうね、一生に一回でいいやって感じ。これは多分、4桁は超えるね。4桁だね。うん、4桁超えるね。そこはちょっと、4桁以上はちょっとまあ大体、あとご存知にお任せしますけど。いや、俺も車になっちゃうんだよ、結局。一緒じゃない？そうなんだよ。引く必要ねえじゃん。引く必要ないけど。まあでも、自分の方だけでいいじゃん。でも、時期が違うから、その、もらい始め。いい車乗ってたもんね、速攻ね。そういや。いやいやいや。え？横行った時さ。いやいやいや。何？あの時は、若気の至り。なんか乗るじゃないですか。そうそう。若気の至りっていうか、勢いだよね。初めて稼いで、自分の金で、ご褒美じゃないけど、みんな買いたくなんだよね。うん。まず。なるなるなる。その時期だよね。うん。そうだね。追い込んだね。いや、マジ追い込んだ、あの時。うん、まあまあ、俺もまあ、そうっすね。車になっちゃいますけど。これ行った方がいい？行っちゃいましょう、那須さんは。金額言う？行きましょう、じゃあ。しっかり。はい。1400万円。
年齢は言いません。年齢とチームのあれがあるからここはちょっとあれだけど。うわ、第2位です。追い込みました。一括で買いました。頑張って。すごい。貯金なくなりました。いや、マジで一気なくなったからでしょ。じゃあ第1位は ?1 位はやっぱイデアだよね。ああ。まあまあ一緒になっちゃうけどね、結局は。あ、だから3位に大体ここが時計になる人もいる。うん、時計。そう。多分3桁でね、うん、100万っていう、そういう。それはもう個人の趣味によるかな、あと。でもここはもう似てるからね。うん。業種とその趣味もそうだしさ。そう。大体似てるじゃん。じゃあちょっと、番外編で、今まで女性に、もうそれ言ったらあれだもん、もうさっき。じゃあさっきの抜きにしようかな。さっきのしたら分かっちゃうから、今までまあ女性にプレゼントしたやつで、さっきの以外で。全然ないよね。だから今の奥さんは若い時から付き合ってた。うん。あ、そうか。そうそうそう。これでね、若い時に時計をね、買ったぐらいで、うん、まあそれもそんな高くない。まあそんなもんかな。うん、高くないって、うん、まあ、うん、うん、10万ってこと？まあそうだね。うん。ものすごいいい子なんで物欲しかったりしてね。でも本当若い時から付き合ってたよね。そうそうそう。めっちゃ長いよね。長いよね。え、どんくらい？45年くらい。45年って生まれてねえやねんか。まあ、15年くらいか。おぉ、すごいね。あ、すごいね。なんかこれ俺を落とすようなあれになってるけど。俺じゃ落ちみたいになってるけど。なんだろうな。なんだろう俺。バック。バック、バック、なんの？いいのかな、これ。いいですよ、別に。シャネルのバック。シャネルのバック。はい。おいくらですか？50万円です。50万円。はい。でもそれですね。うん、あ、それもプレゼント。今回のやつ。もうちょっと大きかった。もうちょっと大きかった。言わせんのかーい。うん、まあまあそこかな。こんな感じの企画でしたけど、まあでも頑張ってきたから、やっぱそれなりにね、対価を得て、やっぱまあ夢のある仕事ですしね、サッカー選手っていうのは。長くやれたから、ユーゾーファンだったらたくさんいると思うんでね、最後にちょっとメッセージをサッカーをね、目指す子たち、お願いします。18年頑張って、それなりにお金ももらいましたけど、まあ、とにかく一言、お金は貯めましょう。素晴らしい素晴らしい、うん、素晴らしい一言です。ありがとうございました。